ャットボーイの必殺技。やった、新しいカンフー映画をやるんだね。前に見た気がするんだけど。本当だ、これは映画のポスターじゃない、ナイト忍者だよ。何をする気だろう。紫色のベタベタしたもの、あれと関係ありそう。ベタベタ手裏剣をたくさん集めて何かする気かも。ものすごく悪いことを企んでそうだよね。大丈夫、僕がものすごくかっこいい技で戦うよ。キャットボーイのポスターも作らなきゃね。みんなで戦おうよ。悪者をやっつけられれば誰がやったとか関係ないし。でも今回はきっと記録に残る大活躍になる。楽しみだな。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに、アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ、ゲコー、ヤー。コナーはネコに、キャットボーイ。最新のマシン、性能をグレードアップした改良型ロボット。悪いことをするためのアシスタントだ。公園の遊び道具をどこにやったんだ。僕じゃない、あいつに聞いてくれ。行方不明になった遊び道具を使ってロボットを組み立ててるよ。古いロボットが新しいロボットを作ってるの。どうしてロボットがロボットを作るの。知らないね、ネジが少し緩んだんだろう。言うことをちっとも聞きやしない。よし、ゲッコ、マスターファンとキックマギーの出番だぞ。最高。ちょっと、マスターファンの無敵のカンフーパワーで悪いやつを倒す。キックマギー様の正義の蹴りを受けるがいい。結構準備運動すればよかった。みんなの遊び道具だぞ、すぐに返せ。断る、このロボットは私の友達だ。キック、ロボットが逃げるぞ。追いかけよう、マスターファン。ねえ、二人とも待って、慌てないで。私は空を飛べるから上から見てあげる。マスターファンとキックマギーに助けは必要ない。我々は武術の達人だ。はいや、そう、どんなやつでも倒せるぞ。ごめんね。大丈夫。いや、でも私は何したら。危ない、避けて。あんな攻撃ずるいよね。うん、ほんと。でもキックマギー様は転がるゴミ箱なんかに負けたりしないぞ。ロボットはどこだろう。公園の方に行ったよ。わかった、キャットカーに乗って。おいっと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 、やっと、っと、気をつけろ、お邪魔スク、新品なんだぞ。まだ完璧じゃないけど。ママには仲良しの友達を誘ってって言われたんだけど。わあ、優しい。あたしたち大の仲良しだよね。いつでもスケートボードの技を教えてあげるからね。ねえ、僕のゲーム機1週間ずっと使わせてあげるよ。ありがとう。でもどっちか一人だけ選ぶなんて何をもらってもできないよ。残念だけど明日のコンサートは中止だ。そんなでしょ。昨日の夜ジェイデンの金のマイクが盗まれたんだ。ジェイデンがいつも使ってるあのマイクでしょ。ジェイデンと同じくらい有名だよね。そう、あれがなきゃ歌えない。だからマイクが見つからなきゃコンサートは中止。しょうがないよ。コンサートができないなんてひどい。待って、これを見て、手がかりだ。そうだね、盗んだやつを見つけてマイクを取り返そう。コンサートを守らなきゃ。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。
日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに、アウレット、イエーイ、グレッグはヤモリ、ゲッコー、ヤー、コナーはネコに、キャットボーイ、よしみんな、パジャピクチャープレイヤーで誰の足跡なのか調べてみよう。はい、友情のブレスレットをあげる。うわー、かっこいいな。待って、代わりにコンサートっていうのはなしだよ。違うってば、友達だから友情のブレスレットをあげただけ。そうだよね、アウレット、すごく嬉しいね、月光。うん、ブレスレットいいよね。でも、こっちの方が良くない？猫、僕と同じ青だ。あれ、うわぁ、スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通り、パワーコピー機を奪って壊そう。よし、右、アウレット、そんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おはよう。あー、コナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん、アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ、ちゃんと指揮できる。1、2、3、4、左見て、右見て、回って、下がる、8の字になって、忍者リーノ、準備はいいか？なんだよ、忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて、僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。うん、ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。僕が指揮できないなら、誰にもやらせない。みんな、位置について、並んで。太鼓がなくてもパレードの指揮はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんね、ナイト忍者。でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわー、すごい、最高のパレードって感じ。そうかもね、月光。でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょ、キャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して、旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。1、2、3、4、星のジャンプ跳ねて。いいぞ。さあ、1、2、3、4。
スクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待てブリキ艦、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい。あー見て、あー見て、うー、残りが来るよ、みんな位置について。こっちだよロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。ロボット水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろロボット。よせよせ、マシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって月光スーパー月光パワー。やったやった。覚えておけよおじゃマスク、ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ。バスケットボールはどう。サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。あ、取れるもんなら取ってみて。返せ、あたしのだよ。返してあげる。まあしょうがない。次は負けないからね、おじゃマスク。あ、結構最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。ほんと楽しい。あ、スーパーパワーで僕のせいだ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとうグレッグ、僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよグレッグ。行くよキャットボーイ。了解。はスーパーアウルウィングウィンド。花は夜に咲くから嫌いかも。やった！大成功だね。やめろ！
憎らしいお邪魔スクね。覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やったー、イエーイ、一等賞。また君？でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！うわぁ！うわぁ！ははは！ノロマだな！おじゃマスク！よしやるぞ！街を全部だ！そんな！パーティーだよみんな！うわぁ！ドカンと行くぞ！スーパー結構パワー！何？来たじゃないか月光。いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、月光踊ろうよ。月光ダダダダダ。月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえグレッグ、どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。ぐるぐるタスマキを救おう。なに？よせ！スーパーゲッコーパー！ パーティーをぶち壊すおじゃマスクどもめ！いつも私の邪魔ばかりして！へえ、すごくリズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ、踊ってみせて。足をどんどんやって最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった、面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。ありがとう。うわうわ、やるじゃないかコナー。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わあ、やろうやろう。いい？強い力だったね。うん、
あんな力が出るなんて、急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ、結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ。僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど、岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助けるときに生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい。メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ、忍者リーノ。メダルは間違いなく結構のものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。かっこいい。すごい。すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。したよ。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード！君の負けだよ、ルナガール。空き缶で私を倒す気か。お前のおつむも小さくなったようだね。どうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。小さいザーはもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。と大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。ああ。伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。大事な塔がドシンと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。やるからな、おじゃマスク。見てろよ。すぐに僕を下ろせ、忍者リーノ。すごくかっこよ。
かも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今の、本当最高。まあまあだったよ。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろパジャマ抜け。もう遅いわロミオ。ゲコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。列車は取り返せたんだし。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。わーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。わー、やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当にありがとう、アモヤ。私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。あ、どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 ！仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？あー、お家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッカ、アマヤ、見て。脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい？チョウチョと友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。待てロボット、ダメだ、止まれ。わー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 。アウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい、起きろ、この鉄くずめ。ありがとう、ご主人様。
元気が出ました。え、主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ね、ロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おい、こら、離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。このフロッシーフラッシュの本、そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キッククラッシュ。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわ。頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。やった、本が元通りだ。これで好きなのを読めるね。見て、フロッシーフラッシュの本だよ。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。ピョンピョングローブに乗った猫とヤモリか、面白そうだな。そうかな、月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。どこに行くんだ。よし、私の番ね。すぐに返せ。してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。わやったね、パジャマスク。ほんとすごかったよ。結構は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね、素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろ、パジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て、スーパーキャットジャンプ。ありがとう、月光。いいんだよ。本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったね、おじゃマスク。僕のことを忘れてない？すぐに出して、憎らしいヤモリめ。基地のゲートをしっかり閉めるまでダメだよ。よし、じゃあ出してあげる。ヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな、次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレ
ベッグかわいそう。フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、くしゅ、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。くしゅ、おっとアウルアイ。何やってるんだ。誰かにくすぐられた。やった、うはう、大きくなったぞ。全部元の大きさに戻そう。それじゃあ最後にミニマシンをうんと小さくして消しちゃおう。やったー、パジャマスク任務成功。悪を倒し、マジを救った。本当に線のところより大きくなってる。じゃあ大きい子の遊びができるね。うん、でも3人で一緒にできるようになってからにするよ。今日はぐるぐる回るのに乗ろう。小さいうちに楽しまなきゃ。イエーイ最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだ、ナイト忍者、すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限り、パジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだ、ナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着け、キャットボーイ。ねえ、忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょ、ナイト忍者。違う、そうじゃないよ。僕の方が、上手だから使わせないだけだ。待って、やめろ、やめろ。やめるんだ、どけ。返せ、僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな、僕が主役だからな。言うんじゃない、役立たずの忍者リーノめ、頭にきたぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。発火しないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな、良い子のみんな。剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。はいや、おわ、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。わかってる、うまくできるまで練習するよ。はい、いや。はあ、さあろうそくを吹き消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。パジャマンとヒヒは何をやってる。待て、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。僕が一番先に乗ったぞ、僕の勝ちだ。何、しまった。
ありがとうキャットボーイ。黙れミンジャリーノ、笑い事じゃないぞ。行け、覚えておけよパジャマスク。オートクリーン自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ものすごく楽しいパーティーだね、グレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船？グレッグはトカゲの方が好きなんだろ？そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとうグレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ。言ったっけ、マスターファンの飾りにマスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと…ダメ！ダメよ！ダメ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 ！うわ！簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク、任務成功。あ、ごめんね、もう遊んだりしないよ。悪を倒し、街を救った。ねえキャメロン、何してるの？あ、別に。これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう？クッキーの匂いを嗅いでるよ。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット第4弾に行こう。スーパー月光パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの？気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう？なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜けたち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。どう？一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。その間に逃げさせてもらうぞ。こっちだ。違う、こっち。ああ、どうして言う通りに動かないんだよ。ラボをちゃんと運転できないんだ。うわ、でも僕
僕たちも人のこと言えないか。ああそうだ、失敗しないように頑張ったら余計に失敗したよね。キャットカーをぶつけたり。そうだね。だからヨロヨロするのを利用して攻撃する。ヘニャヘニャ指にフラフラ足にグラグラ歩き。そうか、ヨロヨロパワーだね。かっこいい。うお、ロミオのラボはフラフラ走ってるからうまくタイミングを合わせなきゃね。ほら来るよ。いい？よし今だ。スーパー結構ヘニャヘニャ指。グラグラ歩きキャット回転。おフラフラ足パワー。うわっ、うわスーパーヘニャヘニャ指。やっほっほー、やったー。待って、本当に元に戻ったの？あれ、まっすぐ歩けるようになったぞ。ああ、いつもパジャマスクのせいで台無しだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。リカの展覧会楽しみだね。怪しい科学者の実験とかなさそうだし。アマヤ、コナー、先生がね、火山をあっちに動かしてって。僕に任せて、もうヨロヨロフラフラしてないから一人で運べるよ。うん、うん。お、やっぱり一人じゃ厳しいかもね。そこまでだロベット、おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわフロッシーフラッシュスーパーキャッチ。やった、ナイスキャッチ。合うじゃなくてフロッシーフラッシュ。うん、さようならパジャマザル。わっはははは、わわわわわわ、いたいたんだ。よろしく、ロベットです。仲良くしましょう。お邪魔スクメ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。いいだろう、じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしく、ロベットです。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。これで遊び場を元通り。よくやったね、アマヤ。じゃなくてフロッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン、僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン、僕の方がうまいよ。ワンワンワン、僕だってば。スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通りパワーコピー機を奪って壊そう。よし、右アウレット。スーパーキャットスピード。ロミオを取り囲んで。スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィングウィンド。キャットスピードゴー。スーパーリザードグリップ。もうちょっと強く。そんな。アウレット助けて。捕まえた。今日はお前たちの勝ちだ、パジャマスク。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。
パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おはよう。あ、コナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て、スーパーキャットジャンプ。ありがとう、月光。いいんだよ。本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったね、おじゃマスク。僕のことを忘れてない？すぐに出して、憎らしいヤモリめ。基地のゲートをしっかり閉めるまでダメだよ。よし、じゃあ出してあげる。ヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな、次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグかわいそう。フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、え、くしゅ、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。え、くしゅ。おっと。パジャマスクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待て、ブリキ缶、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい。あー、見て、あー、見て、うん、残りが来るよ。みんな位置について。こっちだよ、ロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。ロボット、水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろ、ロボット。よせ、よせ。うわ、重い、どけ。やったね、月光パワーでマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって、月光スーパー月光パワー。やったやった。覚えておけよ、おじゃマスク。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ。バスケットボールはどう。サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。そこまでだ、ロベット。おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわ、フラッシーフラッシュスーパーキャッチ。やった、ナイスキャッチ。合うじゃなくてフラッシーフラッシュ。うん、さようなら、パジャマザル。わっ、はははは。わわ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 わ
ましょう。お邪魔スクメ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。いいだろう。じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしく、ロベットです。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。よくやったね、アマヤ。じゃなくて、フロッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン。僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン。僕の方がうまいよ。ワンワンワン。僕だってば。ワンワンワン。スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通り、パワーコピー機を奪って壊そう。よし、右アウレット。スーパーキャットスピード。ロミオを取り囲んで。スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィング、みんな聞いてるよ。もっと強く。スーパーキャットスピード、ゴー。スーパーリザードグリップ。さあ、もうちょっと強く。そんな。アウレット、助けて。捕まえた。今日はお前たちの勝ちだ、パジャマスク。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイ、ロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。おはよう。あー、コナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっとロミオ。いや、どうも。パジャマスク、どうも。さっきラボに乗ってただろ。乗ってないよ。ラボの中には誰もいない。カイロがショートして勝手に走り出したんだ。だからこのすごいスピードの列車に乗ってラボを追いかけてるのさ。普通の道なのになんで線路があるの？簡単だよ。僕の新発明、線路バンバンの力だ。どんな場所でも線路を敷ける。うわ、本当にすごいんだね。驚くのはまだ早い。後ろ側ではどんどん線路を取って元通りにしてるんだ。ねえロミオ、列車を返してくれない？ラボは捕まえてあげるから。はっ、ラボの代わりに列車を渡せっていうのか。いやだね。もっとスピードが出るようにラボで列車を改造して世界一速い悪者になるんだ。はっ、見つけたぞ、僕のラボ。バイバイ、パジャマスク。この列車にさよならを言うんだな。ロミオにラボは渡せない。列車を改造してもっと悪いことをする気だよ。すぐ追いかけよう。待ってろよ、ロミオ。自動操縦。うわー、すごい。この列車本当に速くてかっこいいね。はっ、すぐ捕まえてやるぞ、いたずらなラボめ。はは、ノロマなキャットカーがどんどん離れていく。僕に追いつけるもんか。行くよ、パジャマスク。ロミオをやっつけよう。スーパーアウルウィング。アウレット。は、それじゃ
雲でタンクをいっぱいにするとしよう。ルナパワー、雲を作れ。そしてタンクに入れ。ちょっともういい。助けて。僕ならできる。濡れるのは嫌だけど、友達を悲しませる方がもっと嫌だ。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード。今行くよ、パジャマスク。稲妻よりも早く。うわ、無敵のキャットボーイが雲の下を走る。おお、雲を全部おびき出すんだ。何、待て、何をやってるんだ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。最後は図書館に行くぞ。よかった、鍵がかかってる。ロミオはまだ来てない。月光は屋根に登って、ロミオが現れたら上から飛び降りてロボットを倒すんだ。了解、キャットボーイ。スーパーリザードグリップ。スーパー月光カムフラージュ。アウルアイを使ってロミオが近くに来たら教えてくれ。絶対見逃さないで。大丈夫よ、キャットボーイ、任せて。スーパーアールウィング。頼むよ、合図を待ってるね。フロッシーフラッシュは街を見張る。悪者は決して見逃さない。そして必殺技で悪者を倒すのよ。キッククラッシュ。やった、うまくできたよ。イエーイ。おお、どうしよう、見逃しちゃった。早く教えなきゃ。ロボットだ、ロボットだよ。ロボットだよ。なんとかしなきゃ。スーパーキャットスピード。大きな悪いロボットが子猫ちゃんの邪魔をしちゃったのかい。縛り上げろ。待ってて、フラッシュフリップですぐ助ける。それは本の中の話だろ、本当にある技じゃないんだ。フラッシーフラッシュキッククラッシュ。ダメだね、アウレット、ゴミとして始末してあげるよ。やれ。やだ、離してよ。月光、どこにいるの。お願い助けて。月光。はっ、捕まえた。だよ。離せ。月光、ねえ、大丈夫。博物館から盗んだ石をすぐに返せ。僕の石だけでも返してよ。その白いやつ、それだよ。せっかくのパワーを諦めろっていうのか。嫌だね、特別な石なんだ。特別？この石のどこが特別なんだ。全部だよ、返して。遠い月から来た石なんだ。月？いいこと考えた。え、何をする気だ。わからない、かわいい猫ちゃん。車を盗むのは終わり。月を空から引っ張り下ろして、私だけのものにする。
ありがとうトカゲちゃん。ちょっとダメだよ待って、そんなのむちゃくちゃだし危ないよ。だから何、私は月が欲しい。本当にごめんね、月のことを言う気はなかったのについ口が滑っちゃった。いいんだよ月光、一緒にルナガールを止めよう。アウルグライダーで飛んでいくのは危ないよね、またウルトラマグネットで捕まるかも。大丈夫、いい作戦があるんだ。月光の力も必要だから、石のことは忘れて手伝ってくれる？任せてキャットボーイ。よかった、僕たち3人で3つのものを相手にする。ルナガールとマグネット、それからガだよ。どうするか言うね。最高だね、世界一素敵なものが手に入るぞ。ムーンパワー、私に月を持ってきて。やった、ウルトラマグネットがあれば月は私のもの、私だけの。パジャマスクがいる限り無理だよ。息を合わせて一緒に走っていくよ。1、2、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 
あのずるい忍者め。落ち着いて、まだ勝負はついてない。3でいくよ。1、2、3 1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。何？休んでても大丈夫って言ったよな。うまく走れる、これなら勝てるよ。はは、はしまった。でもここから猛スピードで飛ばせば大丈夫だ。行こう。あ、待って。うわー、忍ちゃん。お前たちが悪いんだぞ、忍者リーノ。よし、最初のレースは忍ちゃん、次のレースはおじゃマスクの勝ちだ。だから最後のレースで勝った者がカップを手にする。負けられないね。役立たずのガガカップを見つけられなかったから、私がやるしかない。うん、いい知らせだ、私もレースに出る。大丈夫よ忍ちゃん、あんたが勝てるようにするから。そして私がナイト忍者に勝つ。ルナガールもレースに出るなんて言ってなかったでしょ。しょうがないじゃないか、あいつが審判なんだからルールも自由に決める。いい？それぞれのチームから代表一人が出て、この大きなボールに乗って走るの。はい、やるやる。猫はこういうのが得意だからね。わかった、でも忘れないで、慌てずゆっくりだよ。位置について、よーい、スタート。また一台止めなくしてやったぞ。もう少しで空を飛ぶのはこの素晴らしい僕だけになるんだ。お前なんかよりずっと上手に飛べるぞ。空を飛ぶのがナイト忍者だけになるってどういうこと？もしかして航空ショーの熱気球も盗むつもりじゃない？飛ぶものを全部手に入れる気だよ。アウレット追いかけよう。でもアウルグライダーが壊れちゃったし。アウルグライダーがなくてもアウレットは空を飛べるでしょ。うん、無理。無理ってなんで？ナイト忍者がすごすぎるから、私はあんな上手に飛べない。え、アウレットだってすごく上手だよ。ベタベタロープでグライダーを壊されたのはアウレットのせいじゃないし。そう、大丈夫だよ。まず基地にアウルグライダーを運ぼう。それから博物館に行くんだ。博物館に古い飛行機があるのを思い出してよかった。かっこいいだろ。うわ、うわ、ほんと上手だね。ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番うまいのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで、自分でやってみる。いけパジャマスク。何？止まって。どうやるの？うわ、そんな。
でもマシンをどこかに落としちゃった。あそこにある。どうしたらいいだろう。あ、全部僕のせいだ。やらなきゃならないことを後回しにしたから。は？待って、今こそヒーローになろう。カーカーカー、気をつけて月光、ハトが追いかけてきたら大変だよ。そう、僕を追いかけさせたいんだよ。おいでハトさん、ハトさん。やったー、カーカー。キャットボーイ、ルナガールを追いかけよう。頼むね月光。しまった、ここも片付けておけばよかった。スーパー月光パワー。うわ、あ、噛んで遊んでるんだ。よし、いい子だね。あ、キャットボーイとアウレットを助けなきゃ。君を見ていいことを思いついた。したよ。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード、必ず割れる。僕のメガトリプルパンチに耐えられるものはないのだ。いて、いて、いて。ダンスの練習、ナイト忍者。いや、大外れだ。間抜けなお邪魔スクは、この岩が何かわからないんだろうな。大きな丸い岩？いや、ただの岩じゃない。僕の忍者リーノたちが遥か遠くの山の上にある古代の寺から何千キロも転がしてきたんだ。これこそ力の源の岩。力の源の岩？その話、カンフーの本で読んだよ。伝説によるとね、岩の中にすごいメダルが隠されてるの。これのことか？すごい金メダル。そうじゃない、力のメダルだ。誰よりも強いヒーローだけが岩を砕きメダルを手にできる。その強いヒーローとはもちろんこの僕。強いヒーロー？ナイト忍者はヒーローじゃないでしょ。必ずメダルを手に入れるから楽しみに待っていろよ。笑うのはその後だ。強いヒーローだけが持つことのできるメダル、それがあれば僕が強いってみんなにすぐわかるよね。月光、何の話をしてるの？僕があの岩を割ればメダルはナイト忍者じゃなくて僕のものになる。それを本のスポーツ選手みたいに首に下げるんだよ。カンフーの力を見せろ、忍者リーノ。ああ、もっと強く叩くんだ。こうだよ、はいや。君の力じゃ無理だ、ナイト忍者。僕がやってあげる。結構やめて。でも僕が岩を割ってメダルを手に入れたら、ナイト忍者はもう街灯を壊したりしないでしょ。できもしないことを言うな、トカゲ坊や。忍者リーノ、さあ岩を転がせ。追いかけろ、弾んだ拍子に割れるはず。1、2、3、4、さあ踊れ、ラッタッタ。ルナガールがダンスパーティーを始めてるよ、早く行こう。呼んでくれてありがとう、ルナガール。私のパーティーへようこそ。待って、もしかしてそれ学校のスピーカー？そう、ダンス大会の道具を借りてきたの？借りたわけじゃない、盗んだんだ。このパーティーのためにね、ちゃんとお礼を言いな。お客様に対して失礼ね。お客？違う、客は好きな時に帰れるんだ。でもあんたたちは、そう、口で言うより見せた方がいいね。閉じ込められたんだよ、お邪魔抜けさん。このルナドームから出ることはできない。いいやつになったと思ったのに。うん、残念ね。ああ、このドームは周りにも上にも地面の下にもずーっと続いてるんだ。パジャマスクを閉じ込めさえすればダンス大会の道具は盗み放題。昼間のやつらにダンスを楽しませたくないの。パーティーは私一人で十分。どうしたらいいの？道具を全部
な楽しみにしてるから、ダンス大会は必ず開く。まずここから逃げ出そう。僕に任せて、スーパー月光パワー。ダメだ、動かない。空からも出られないよ。地面の下にも続いてるなら下からも出られないね。キャットボーイがすごい速さで回ればドームの下までトンネルを掘れる。うん、それがいいよ。ダンスのぐるぐる竜巻みたいな動きをやって。でも僕、ああいう動きは苦手なんだ。練習すればできるって。無理だよ、また失敗する。そんなの恥ずかしいよ。他の方法を考えよう。大丈夫だってば。もう一度教えるね。いい？まずはつま先で立つの。行こう。町の真ん中に行くんじゃないんですか？慌てるな、時間ならたっぷりある。はっ、わかるか。あ、ロミオは一休みしてるみたい。それじゃあ作戦を言うね。一度に光線を浴びないように分かれよう。アウレットと僕はロミオを攻撃する。月光は隠れてて、僕が合図したら出てくるんだ。うん、分かった。今度はよそ見しないよ。フルスピードで投げろ。見てろよ、ロボット。ノロノロ光線の力は素晴らしいね。スローモーションのフライングディスク、うわー、かっこいい。またお前か。結構危ない。逃げて。うわー、しまった。ずいぶんのんびりだな、結構。また他のことを気にしたせいだよね。じゃあな、パジャマスク。僕は街の真ん中に行く。派手にやるから楽しみにしてろ。ねえ、大丈夫？大丈夫。ものすごくゆっくりなだけ。僕のせいだね。ロミオを捕まえなきゃいけないのに、よそ見ばかりしちゃって。僕はもう抜けるよ。ダメだよ、月光、仲間だろ。そうだね、キャットボーイ、動きは遅いけどちゃんとやれば力になれる。一緒にやるんだ。今こそヒーローになろう。やあ、ちょっと誰か僕を連れてってくれない？捕まった！まただ！あら、かわいそうに。羽が逆立っちゃう！任せて！スーパー月光パワー！わっ！僕の友達を離せ、ルナガール！ちょっと！ルナマグネットを取ってくれ！ちょっとだ。よし、そうはさせないよ、トカゲ坊や。結構危ない。よし、うさあ、月の花よ、伸びろ。そして種をまき散らして町を覆い、他の草が育たないようにするんだ。掘って抜くのはやっぱり無理だよ。かもね。そうだ、月の花に水をいっぱいかけたらどうなるかな。水をかける？それじゃ元気になっちゃうよ。でもあれは普通の草じゃない、夜の雑草なんだ。水をかけたら枯れるかもしれないよ。ちょっと待って、あのホース使えそうじゃない？投げ縄みたいにして月の花に巻きつけ、引っ張って倒すの。アウレット、無理じゃないかな。やるだけやらせて。園芸クラブには入ってなかったけど、花のことは詳しいんだから。アウレット、待って。はあ、また小鳥ちゃん、なんなの。やった、あとは引っ張って倒すだけ。えい、
バイバイ子猫ちゃん。じゃあさよにゃーら。結構大丈夫？うん、やっぱりうまくルナボードに乗れなかった。ごめんね。気にしないで、ルナガールを追いかけよう。アウルグライダーじゃこの道は通れない。アウレットは空を飛んで追いかけて、僕たちは走ってついてくよ。それじゃ行こう。待って、ルナガール。何？プレゼントを返してって言ったでしょ。いやよ、返したくない。取れるもんなら取ってごらん。やだ、あたしのよ。何するの。ダメ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 。パジャマスク、一緒にルナガールを引っ張って。スーパーキャットジャンは。子猫ちゃんがまた遊びに来た。猫って高いとこから落ちても平気なんだっけ。やっとい。ルナボードに乗ってここから逃げるんだ。またこれに乗るの？僕には無理だよ。やって結構。頑張ればきっとうまくできるはずだよ。うわ、すごくグラグラする。アイススケートより難しいよ。今の何？アウルアイ。あ、見て、ロミオのラボだ。ウィー、ものすごく楽しいな。ロミオの仕業じゃないかと思ってた。ラボの前に何かついてるよ。あれで街を凍らせてるんだな。追いかけよう、アウレット。今頃来たのか。遅かったじゃないか、パジャマがお似合いのいい子ちゃんたち。何をやってるんだ、ロミオ。見ればわかるだろ。街中を凍らせて氷のジェットコースターを作ってる。滑って遊ぶんだよ。それがタラボで。今捕まえてあげる。ラボをビュンビュン飛ばして遊びたいの？なら僕がスーパー月光パワーであっちこっち押してあげるよ。ただ遊んでるわけじゃない。他にも目的がある。お前たち昼の人間どもがツルツル滑ってる間に全世界を征服するんだ。全世界を征服するって言った。うわ、かなり急だな。羽が引っかかる。ここは通れないよ。着陸するね。街中が凍りつく前に早くロミオを止めなきゃ。ものすごくツルツル。ありがとう月光。僕なら。なんで蝶々なんか狙ったんだろう。もっとかっこいい動物がいるのに。例えばライオンとか。アウルアイ。ルナガールから逃げてきたんじゃない。うまく連れて帰れるといいけど。ねえ蝶々さん、一緒に飛ばない？こっちよ、お家に帰ろう。綺麗な色だね蝶々さん。僕は何色がいいと思う？この色？それともこれ？もうじれったいな。スーパーキャットスピードで一発だよ。あれ、蝶々はどこ？捕まえた。何？乱暴すぎるよキャットボーイ。ジョージョさんが怒っちゃったでしょ。俺ならすぐ連れて帰れるだろ。他のも捕まえなきゃ。見て。わかった、あのチョウチョは僕たちに任せて。来て、一緒に帰ろう。さあこっちだよ。好きな色は赤、緑、青、それとも全部。スーパーキャットスピード。1匹、2匹、3匹。
蝶々取りの名人だ。お、キャットボーイ、乱暴はやめて。それじゃ蝶々たちがかわいそうだよ。助けてあげたんだ。ルナガールと他の蝶々はどこだろう。ねえ見て、ガが飛んでるよ。飛んでいけ。お前たちはもういらない。行くぞパジャマスク、出動だ。前で詩を朗読するなんて絶対にやりたくない。二度と。あ、この箱なんだろう。どうなってるの。あれ、声がどんどん小さくなる。明日また読まなきゃならないのに。声が出なきゃ読めないね。何してるのグレッグ。声をその箱に取られた？あんな機械を作る夜の悪者は一人だけだな。ロミオだ。パジャマスク、出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。コナーは猫に。キャットボーイ。アマヤはフクロウに。アルト。グレッグはヤモリに。パジャマスク。キャットカーに乗っていこう。一番早いから。すぐに声を取り返してあげるね。キャットイヤー。こっちだ。ないだろ。役立たずのマスターファンより僕の方がずっと上手に剣を使えるんだ。つまり僕がテレビに出た方がいいってことさ。どうするキャットボーイ、作戦は。スーパーキャットスピード。キャットボーイ。はっ。やっ、はやっ。3人で力を合わせなきゃ僕には勝てないんじゃないのか。キャットボーイは簡単に怒って作戦も言わなかった。僕たち何したらいいんだろう。わかんない。とりあえず戦おう。スーパー月光カムフラージュ。いけ忍者リーノ。やだ、助けて。はいや。忍者のテレビを撮影するぞ。パジャマスクどもは出してやらない。拍手もできない役立たずだからな。待て、絶対に逃がさないぞ。そうかと言っても逃げちゃうけどね。それじゃあな、バイバイ。嘘だろ、キャメロンだ。本当、寝たまま歩いてる。その辺を歩き回って
ってる夢でも見てるんじゃないの？急いで家に連れて帰ろう。うん、でもスーパースピードもアールウィングも使えないよ。キャメロンが目を覚ましてびっくりしちゃうから。いざ。すぐに人形を返せ、ルナガール。はっ、返すわけがないでしょ。ガヨ、人形でこいつをやっつけて。ちょっとやめてよね。はは、どうだい坊や、世界で一番の人形劇だろ。うわ、ちょっと、うわ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 、覚悟しなさい、トカゲ坊や。そうだ、いいことがある。ゲッコ？ゲッコ、ねえ大丈夫？うん、僕より人形を。パジャマスク、さあ行くぞ。スーパーキャットスピード。あいつらをやっつけて。アールウィングウィンド。ちょっと、何をやってるの？よくやったね、パジャマスク。人形は無事だった？うん、でもキャメロンが心配。月光が危ないと思ってそのままにしてきたけど。キャメロンって誰？僕は人形を取り返してただけだよ。でもなんでキャメロンがいるの？キャメロンって誰？寝たまま歩いてた。キャメロンって誰？家に連れて行かなきゃ。そう、人形よりキャメロンの方が大事だもん。誰なのキャメロンって？なんだ？大丈夫？キャットボーイ、怪我はない？うん、言っただろ、簡単だよ。じゃあスーパーキャットスピードでルナガールの気をそらして、その隙に私が気球を取ってくる。ううん、僕に任せて。ビューンと空を飛んで気球を取り返してみせる。ダメだよ、一人じゃ危ないでしょ。大丈夫、一人でできる。飛ぶのは得意なんだ。アウレット、キャットボーイ、誰が飛んでもいいでしょ。まず黙って結構。分かった、じゃあ二人で喧嘩してて、その間に気球を取ってくる。アウレットが空を飛ぶ必要はないよ、僕が上手に飛べるんだから。だろ月光。あれ、いないよ。空から探してみる。キャットボーイ、待って。待って月光、僕に任せて。また子猫ちゃんが来たよ。飛び方を教えてほしいみたいだね。は？どうなってるんだ？わあ！キャットボーイ！ルナガールがスケーターを動かしてない？見てみるね。アウロアイ！結構の言う通り、ルナマグネットを使ってる。そっか、それでか、あのキックスケーター見覚えがあったんだ。ルナボードにハンドルをつけたんだよ。シンシアなんておばさんはいない。ルナガールがキックスケーターをあげたのね。それでずっと操縦してた。してないわよ。うわあ、ほら今またやった。やっと気がついたみたいだね。でももう遅い、月の気球は私のものだ。あんたは頑張って子猫ちゃんを助けな。うわあ、ちゃんはまんまと騙された。ほんと笑えるよ。行こう月光、キャットボーイを助けなきゃ。猫は飛べないって誰が言った？今忙しいの。この隙に私は月の気球に乗って遠くに行く。さあ出発だ。あの街灯どうしたんだろう。気をつけてアウレット、悪者がいるかも。悪者かと思ったよ。ルナガールが学校の方に飛んでったって言いに来たんだ。なんでパジャコミュニケーターを使わなかったの？それは君たちを手伝おうと思って。中で静かにしてなきゃくしゃみが治らないだろう。でも、分かったよ、すぐに戻る。そうして、じゃあ学校に行こう。何か見たら連絡してね。ガが飛んでる、きっとルナガールだ。ああ、ガが近くにいるんだ、みんなに知らせなきゃね。でも後を
つければ何をやってるのかわかるかも。そっちの方がずっといいよね。待て、あのガを追いかければルナガールのところに行けるはずだ。逃げるな。待って、ちょっと左か。これで月をバッチリ削れる。楽しみですご主人様。もうやめろロミオ、優しく言ってるうちにおとなしく望遠鏡を返せ。侵入者がいます、侵入者がいます。ありがとう、分かってる。その声は生意気なヤモリだな。残念だがもう遅い。見てろ、これから月に僕の美しい顔を彫るんだから。スーパー月光パワー。うわぁ、僕がスーパー結構パワーで持ち上げてるんだ。ジャンプするラボとロボットに勝てると思ってるのか。パジャマスクは本当おめでたいな。お前らなんか敵じゃないかもね。でもこれは作戦の第1弾なんだ。第2弾は応援を呼ぶこと。びっくりしただろ。どうだい、ルナガールと手を組んだのか。力を合わせてお前を止めるんだ。月に手を出すなロミオ、私のものだ。違う、そろそろ作戦の第3弾に進むよルナガール。ええ、いいわよ。こちょこちょ攻撃。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット、第4弾に行こう。スーパー結構ポー。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの。気をつけなさい。望遠鏡を奪えロボット。もう遅いよロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えない。ララ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 ラ。油断してるんじゃない。スーパーキャットスピード。すぐに金のマイクを返せルナガール。尻尾が挟まった。ああ、返さない。私が行けない昼間のコンサートなんかダメにしてやる。マイクはの好きにするんだ。早くルナガールを追いかけよう。みんな待って、尻尾が挟まって動けない。チケットをもらうためよ。今行く。僕もチケットが欲しい。スーパー結構パワ ー。ねえ大丈夫アウレット。平気。よかった、ルナガールを僕と捕まえに行く人。聞こえる、キャットボーイ。誰にチケットをあげたらいいか小鳥さんがささやいてたりしない。二人ともいい友達だから決められないよ。何これ、かっこいい。フロッシーフラッシュの人形、アマヤのだろ。あ、よかった、ずっと探してたの。でも好きなだけ持ってて構わないよ。ありがとう、優しいんだね。そうだろ月光。あ、部屋を掃除してあげるよ1ヶ月。うわ、キャットボーイ、よくやった兄ちゃん。ああ、僕の勝ちだ勝ちだ勝ちだ。僕の名前はカッタ忍者。これで僕が1勝、残り2つだな。
このレースには負けちゃったけど、次は絶対に勝つよ。じゃあ2つ目のレースを始めよう。だけどどうしてわざわざ足を縛って走る必要があるの？知らないね。でもやることは簡単。ちょっとズレしないでよ。うん、そのやり方でもいい。なんだその顔は。私は悪者だよ。いいかい、よーいスタート。カップあったか？よく探すんだ、絶対欲しい。キャットボーイ、スーパーキャットジャンプをやって、それに合わせて私が飛んで月光を運ぼう。わかった、じゃあ急いで。3つ数えるね。1、2。待って、キャットボーイ。僕強いけど体は硬いんだよ。もう一度やろう、普通のやり方で。わかった。息を合わせて一緒に走っていくよ。1、2、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 
あのずるい忍者め。落ち着いて、まだ勝負はついてない。3でいくよ。1、2、3 1、2、1、2 1、2、1、2、1、2。何？休んでても大丈夫って言ったよな。うまく走れる、これなら勝てるよ。はは、しまった。でもここから猛スピードで飛ばせば大丈夫だ。行こう。あ、待って。うわあ、みんな落ち着いて。ただの化石だよ。博物館に来たみたい。タブレットはもうやめて、失敗ばかりだ。キャットボーイの言う通り、タブレットじゃなくて自分たちの力で戦おうよ。でもロボットをドアからどかしたのはある意味タブレットの力でしょ。次はもっとうまくいくよ。だけどやっぱり大丈夫だってば。さあ行こう。ほら、ロボットはいない。中で修理してるのよ。私のタブレットのおかげでしょ。よし、やっと予備のスイッチを見つけたから、ロボットを充電している間にパジャピクチャープレイヤーをオンにしよう。やめろ。ははっ、おじゃマスクどもか。もう遅いよ。諦めなさいロミオ、こっちにはタブレットがあるのよ。そうかい。こっちにはお前たちのバリアがあるんだ。うわあ、うん、でもバリアなんてオフにできる。じゃあまたオンにする。うわあ、うわあ、オフ、オン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 。待って待って待って。アウレット、パジャピクチャープレイヤーは壊れやすい。無理しちゃダメだよ。大丈夫、すぐバリアを解くね。大変、タブレットがどうなってるの。基地のロケット機能を使うのは最悪の緊急事態が起きた時。うん、普通の基地なんかより基地型ロケットの方がずっといい。超音速で飛んでいくぞ。お手伝いありがとう小鳥ちゃん。でもお前らは乗せてあげないからな。ダメー。ああ、パジャマスクの3人か。僕の反重力マシンの力を見に来たのか。反重力マシンだって。そうだよ、反重力光線を当てればどんなものでも軽くなってふわふわ宙に浮かぶんだ。見てろよ。3回当てると、地上に残るのが僕だけになれば世界は僕のものだ。そうはさせないわ。そうかい、パジャマスクの基地はもう浮かべた。次はどうするか。お前らだ。うわあ、どこかに隠れなきゃ。急いで。ねえ、二人とも待ってよ。僕飛べないし足が遅いし。結構危ない。スーパーキャットスピード。お願いだ、アウレットと僕がロミオの相手をしてる間にマシンを奪ってほしい。え、だけど僕飛べないんだよ。でももし飛べたら僕の力で基地を救えるかもしれない。
が手伝ってやるよ。はずれ、葉っぱにしか当たってない。うわ、飛べるようになったよ。あ、でも好きな方向に行けないんだけど。みんな助けて。アウレット頼む。待ってて、ゲコ今行くよ。ありがとうアウレット。いいの。でも飛べば勝てるってもんじゃないよ。カムフラージュは使わないの？カムフラージュ？本気？やり方は一つじゃないはずだった。うわ、どうなってるの。アウルウィングウィンド。作れるぞ。スーパートレインの修理がちょうど終わったところなんだ。どうした小鳥ちゃん、目を回すのはもういいのか。どうしたらいいの。止まらないよ、ぶつかっちゃう。スーパーキャットジャンプ。スーパー結構パワー。危なかったね。ロミオとマシンを何とかしなきゃ。もう修理が終わったよ。やった、みんな 100% 完璧だ。このリモコンを使って好きに動かせる。それがタラボで凍らせてロボットで臭くする。邪魔をしようとするやつはスロー光線で止めてやるんだ。マシンと遊ぶがいい。僕は列車で出かけてくる。ポッポー、じゃまたな。やっぱりあの動きをやってれば。そうだね、キャットボーイが言った通り、私失敗が怖かったもん。僕たちが手伝うのに。でも恥ずかしくて。本当はね、この動き僕もまだよく分かってないんだ。線が重なってるもんね。ほんと難しいよ。だからもう一つ付け足そう、これ。は？僕たちが位置についたって合図だよ。そこで空中回転だ。これならちゃんとできるかも。早く本当のことを言えばよかった。まだ遅くない。うん、そうだね。この動きでロミオに勝つの。今こそヒーローになろう。スーパートレインガンガン暴れろ。ロミオタウンを新しく作るんだ。いけ。おいロミオ、もう遅いよ可愛い子猫ちゃん。世界は僕のものだ。こっちで。そこまでだナイト忍者。芸術の才能を見せたいのはわかるけど、物を盗むのはいけないことだ。やめてくれ。お前が僕を止めるのか。違う、私よ。おい、いいぞアウレット、他のも全部取り返して。僕たちは作品を取り返すね。その前にナイト忍者を懲らしめなきゃ。ねえ、何してるの。水のタンクに絵の具を入れてる。私の彫刻に絵の具をかけたから同じことをしてやるの。ダメ。いや、うわ、アウレット。なかなか美しい模様だ。でも絵の具で僕は止められない。じゃあこれでくっつけて止める。アウレットちょっと助けて。ありがとう。でもあんな風に絵の具をまいたらみんなの絵にもかかっちゃうかもよ。友達の絵がアウレットの彫刻みたいになったら嫌でしょ。だけど作品にはかけてない。ナイト忍者を絵の具まみれにしようとしただけ。他のやり方を考えなきゃね。次はどこに現れると思う。他の作品を盗もうとするんじゃないかな。絵や彫刻とかがたくさんある場所って、はあ、きっと博物館だ。すぐ行こう。お前たちは僕の傑作を磨け。他の奴らは盗んだ絵を博物館の中に隠すんだ。素晴らしいじゃないか、あの美しさ。まさに感動的な傑作だ。やっぱり僕は史上最高の芸術家だな。ねえ見て、まさかあれはナイト忍者のすごく大きな彫刻だ。近くに行ってよく見てみよう。結婚モビルカムフラージュ。ほんとすごいね。ううん、すごくないよ。すぐ降りろ。僕の傑作をうっかり壊したら困るだろ。学校でフロッシーフラッシュの彫刻を。罠か。僕アイス食べたかったのに。ただじゃ済まないからな、パジャマスク。スーパーリザードトリップ。結構学習しない奴らだな。逃げるんじゃないロミオ。わ
ったな、また。チーズの匂いでロミオは博物館から飛び出してくるよ。早く出てくるといいけど、私もこの匂いでおかしくなりそう。我慢できない。外の空気を吸ってくる。ロミオが出てきたよ。ゲッコ、ちょっと待って。今度こそ捕まえるぞ、ロミオ。何？どうせ無理だね。今日の夜の天気予報は臭い雨だ。うわ、スーパースペシャルスプレー。結構大丈夫だった。それじゃあウルトラクサクサスプレーだ。ナイト忍者、バスを盗んだだけじゃ足りないのか？そう、どこでもタイヤをつけた。これで忍者バスはどこでも登れて、どこにでも行けるんだ。お前のカメモービルよりずっと上さ。月光モービルの方がそのバスより上だよ、見てろ。何を見せるって言うんだ。緑の車はもう僕のものなのに。え、ダメだ。月光モービルから降りろ、このいたずら忍者たち。うわ、スーパーキャットスピード、アウルウィングウィンド。悪いけど、おじゃマスクどもと遊んでる暇はないんだ。さあ行くぞ、忍者リノ。逃げるんじゃない、ナイト忍者。また急に飛び出して。一人で行っちゃったら力を貸せないだろ。月光モービルを盗まれるところだった。一人で平気だってば。僕を子供扱いして手を出すから、忍者バスを捕まえられなかったんだよ。いた。え、いいか、みんなで。大丈夫、僕が行く。手伝いはいらないよ。月光が一人で行っちゃう。待って。ああ、もうまただよ。あの二人に心配してもらわなくても平気さ。一人で悪い忍者を捕まえる。ほら見て、勝ったよ。あら、残念だったね、忍ちゃん。お前たちが悪いんだぞ、忍者リーノ。よし、最初のレースは忍ちゃん、次のレースはおじゃマスクの勝ちだ。だから、最後のレースで勝った者がカップを手にする。負けられないね。役立たずのガガカップを見つけられなかったから、私がやるしかない。うん、いい知らせだ、私もレースに出る。大丈夫よ、忍ちゃん。あんたが勝てるようにするから。そして、私がナイト忍者に勝つ。ルナガールもレースに出るなんて言ってなかったでしょ？しょうがないじゃないか。あいつが審判なんだから、ルールも自由に決める。いい？それぞれのチームから代表一人が出て、この大きなボールに乗って走るの。はい、やる、やる。猫はこういうのが得意だからね。わかった。でも、忘れないで。慌てずゆっくりだよ。位置について、よーい、スタート。
バキャットスピード。ダメだ、速すぎる、止まれないよ。ははに乗り込む。月光は上からだ。いい？ロミオに気づかれないようにしてラボの動きを止めるんだ。スーパーキャットジャンプ。はっ。うわ、きっと風の音だろう。ボーイは雹のようにパイプに飛び移る。そしてスイスイと登り、うわ、スイスイと、うわ、キャットボーイは絶対に負けない。ずいぶん遅かったね。うわ、かわいそうな子猫ちゃん。僕のソリ型ラボから降りろ。うわ、しまった。とても冷たい。全然動けないよ。この氷を何とかしてくれ。アウレット、僕ならロミオを止められるよ。見て、遊んでないで早く戻ってきて。キャットボーイ、どうしたらいい？僕はいいからロミオを追いかけて。急がないと逃げられる。3人組のヒーローなのにキャットボーイは氷の塊になっちゃった。2人で戦う作戦を急いで考えなきゃ。さっきから言おうとしてたんだけど、僕なら。そうだ、いいこと思いついた。月光も手伝って。僕もいい作戦が。分かった、何したらいい？行きます。